泉は交流7回目です。三角形とか方形はちょうど微分、積分のアナログな関係にあるので、フーリエ級数展開した式の微分とか積分と対応しとるかなということをやってみたものであります。まず、アナログな式で書いた三角形があって、正弦配層の三角形は奇関数です。で、これを微分してみると、まあ、確かに傾きがプラスと傾きがマイナスなので、あれですが、2π という期間でプラスマイナス1というやつなんで、方形の振幅は1にはなっていないです。それだけまあ、この間隔が、π で、幅が2なんで、その大きさになっていると。それで、このスペクトルが分かっとったので、すべてのスペクトルを微分してやると。そうするとどうなるかなっていうことで、求めてやると、ちゃんと、20個の第40項調和までで、39項調和まででやっても、確かに、アナログな波形のスペクトルでやったやつと、それをスペクトルでやったやつの、各々のスペクトルを微分したやつは、同じ関係になっていることが分かって、思ったように200とかにしてやると、まあ、めちゃめちゃこう細かくなってくるということであります。まあ、注意すべきことはさっき言ったように、傾き値ではなくて、プラスマイナス1の間で幅が π なんで π 分の2ですよということであります。で、そういうことを意識してちゃんと考えないかんよということで、これは三角波の位相がちょっとずれて、方形波の方がぴったり正弦配層になるように、ずらしたときの体であります。はい、方形波があって積分してやると三角形になりますと。で、まあ直流部が消えるように積分定数としてマイナス1を加えております。で、この方形波のスペクトルをそれぞれ積分してやって、やってみるとちゃんと、スペクトルを使っても、積分した波形は積分した波形になっているということが分かってくるし、まあ、交流分しかないので、こっちも交流分しかないので、積分定数のことも考えなくても済むと。三角形のフーリエ級数展開の微分と。今度は、三角形のフーリエ級数展開式があって、そいつを微分してやったら、この方形波になる、傾きの表している方形波になるかな、という話で、各スペクトルに対してやってみると、確かになるよ。まあ、振幅だけはちょっと注意して考えないかんよ、ということで、先に位相の関係をずらしてやると、ちゃんと、正弦位相の方形波が微分結果して出てくるよと。方形波の時間領域の積分で三角形を構成。残りはこいつでこの三角形を構成したいと。ということで、やっていくと、ちゃんとできて、このやつで平均電力を発生しないということも、途中でやったように分かるということで、まあ、スペクトルに分解するので、記号波から第9までの5つの項調しかないときには、それぞれがこんな波形になりますよということが分かります。はい、以上です。